女神のカフェテラス。あそこに無比塗るの。洗っちゃった。でムラムラしたままで、いろいろ意識しちゃうのが、面白かったね。来週は最終回で、最後のピラフ。っていうタイトルでシリアスっぽいので、それもまた楽しみです。以上、女神のカフェテラスのお話でした。